人生100年時代、世界では平均寿命よりも自立して元気に過ごせる期間である健康寿命が注目されています。いつまでも健康で前向きに生きていたい、そんな世界中の人々の願いに貢献するために、日本ハムグループは食べる喜びを通じて研究や商品開発に取り組み続けています。その一翼を担っているのが中央研究所です。お肉を食べるとみんな幸せそうな顔になりますよね。その謎に挑むべく、私たちはお肉の中に含まれる成分を調べたわけです。そうしてお肉の中にダントツに多い成分に着目しました。その成分はイミダゾールジペプチド。これが私たちとイミダとの出会いでした。例えば鳥が羽ばたいて宙に浮くための原動力、胸肉とささみ肉には大量のイミダが含まれています。イミダは鳥が飛ぶための大切な働きをしているのかもしれません。イミダは人間の筋肉や脳にも多く含まれていることが報告されています。私たちはまずイミダが筋肉に多く含まれる理由を調べることにしたのです。中央研究所では2000年頃から実に20年以上にわたって研究を進めてきました。その結果、食品として摂取することで筋肉に蓄積し、疲労の低減や運動能力を向上させる効果があることが分かってきたのです。イミダの量は筋肉においては加齢とともに減少していくので、食品で補うことが重要と考えています。イミダは人間の脳にも多く含まれています。しかし世界的にイミダと脳の関係が十分には解明されていませんでした。私たちは大学や国とイミダと脳機能についての共同研究に取り組み、2013年から人による臨床試験が始まったわけです。もしもイミダが脳機能に効果があるとしたら、多くの人が望む脳と筋肉の両方にアプローチする画期的な食品を開発できるかもしれない。これは私たちにとって大きな転機となりました。研究を重ね、臨床データを蓄積し、そして6年後、イミダの記憶力の維持に関する特許権を取得、イミダの商品化へ大きな一歩を踏み出しました。イミダは特有の味と香りがあり、価格などハードルが高く商品化は非常に難しかったのですが、研究の過程でデータはしっかり出ているし、何よりも実際に試した人から効果があるというお声を多くいただいていたので、なんとか商品化してたくさんの人に喜んでほしいという強い思いで粘り強く取り組みました。そうしてイミダで脳と筋肉、つまり頭と体にダブルの効果がある機能性表示食品を実現することができたのです。エイジングによる頭と体の衰えにイミダのダブルの力でお応えしていく、私たちは人生100年時代を生きる人々に寄り添っていきます。